サウンズ・オブ・アースは、日本の競争馬。主な勝ち倉は2014年の花水希賞。馬名の意味は、地球のサウンド。未勝利と500万円下の二勝馬ながら、GI を含む重賞での二着が7回あり、あと一歩のところで重賞勝ちを逃していたため、現役時代には、最強の二勝馬と言われた。2歳の10月にデビューし2歳児は参戦して勝ち上がれず、もたつくも、 三歳の年明け初戦で初勝利を挙げる。若葉ステークス三着を経て、花水木昇華地から京都新聞杯を二着し、賞金で東京優秀への切符をつかむが、本番の東京優秀は11着だった。秋初戦の神戸新聞杯をダービーバー、ワンオンリーに肉薄する二着と検討し、続く喫下賞でも東方ジャッカルの二着と頭角を表す。 明けて4歳シーズンはやや制裁を欠くものの、クレノグランプリ、有馬記念でゴールドアクターに首差し迫る2着。5歳となり、前年同様に春は制裁を欠いたが、秋2戦目となる、ジャパンカップで北サンブラックの2着。有馬記念は8着に終わる。2017年に6歳を迎えると、ドバイシーマクラシックにて、海外初挑戦も7頭立ての6着と惨敗。 国内復帰初戦に札幌記念を選択。安城に横山範博を迎え4着と前年 JC 以来の掲示板となる。この時掲示板に入った唯一のヒキングカメハメハサンクとなった。1ヶ月半のインターバルを経て自走に2着歴のある京都大賞店を選択も13着に沈んだ。7歳の札幌記念では2年連続の4着。 その後の毎日王冠は9着。第38回ジャパンカップは、アーモンドアイのレコードには遠く及ばず14着に、終わる。そして、有馬記念を最後に引退が決定。第63回、有馬記念では16着と、どの負けに終わった。2018年12月27日付で、競争馬登録を抹消。引退後は乗馬として、予定を過ごす。以下の内容は、 ヤビスサーチおよび netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。